このレッスンでは連続して撮影した写真など複数の似たような写真を一つのサムネイルにまとめておくスタックの方法について解説をします。スタックはもともと積み重ねるという意味ですが、エレメンツオーガナイザーのような画像整理ソフトでのスタックとは写真を整理する上で似たような複数の写真を重ねてまとめておくことを指します。スタックには 自動と手動でスタックする方法があります。まず、手動でスタックする場合は、連続写真などをシフトキーを押しながら複数枚選択をして、右クリックで、スタックの選択した写真をスタックを選びます。すると、選択していた写真が一つのサムネイルにまとめられました。 サムネイルの右上にはスタックのアイコンが表示されていてサムネイルの右側には三角形のアイコンがついていますこの三角形のアイコンが見当たらないときは Windows では Ctrl++D キーを Mac では Command++D キーを押してこのようにサムネイルの情報を表示させます右側の三角形アイコンをクリックすると スタックが開いて右側の方に順に表示されます。もう一度三角形のアイコンをクリックすると畳まれます。スタックを解除するにはスタックされているサムネイルを右クリックしてスタックから写真のスタック解除を選びます。ここでもう一つ自動スタックも試してみましょう。これは自動的に似ている写真を検知して スタックの候補としてまとめてくれるというものです。先ほどの料理の写真のみでなく、その周囲の写真もあえて、同時に選択をして、サムネイルを右クリックで、スタックから自動的に写真をスタックを選びます。すると、エレメンツオーガナイザーが似ている写真を自動的にまとめた結果が表示されます。似ている写真を スタックする場合は、このグループの右上にあるスタックをクリックします。スタックしない写真はそのままにしておきます。このように表示された内容を確認しながら、スタックの判断をした上で完了をクリックします。スタックされました。このスタックの先頭に表示される代表となるサムネイルを入れ替えたいときには、スタックを 展開してから入れ替えたい写真を右クリックでスタックから先頭の写真として設定を選びますスタックを畳むとこのように先頭のサムネイルが入れ替わりましたまた先頭以外の写真をすべて削除したいときには右クリックでスタックから先頭の写真以外は削除 を選びます。OK をクリックすると、カタログから先頭以外の写真を削除します。ハードディスクからも画像ファイルを削除する場合はチェックを入れますが、その際には慎重に行いましょう。ここではチェックを入れずに OK をクリックします。先頭の写真のみになりました。以上、エレメンツオーガナイザーで 似たような写真や連続した写真のサムネイルをスタックして一つにまとめてスッキリと表示させる方法でした。